ということで、はい、今日はね、グラスを教わりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケンパリ君に教わりたいと思います。何からじゃあ教えてもらいましょう。最初グラトリーっていうとやっぱプレスとかで始まるんですけど、やっぱ面白くなかったりとか、まあ、筋肉が出来上がってなかったりとかで大変なんで、まあ、ちょっと楽しいくるくる回るやつをやっていきたいと思います。イエー、はい、一回見せてもらったりとかそういうのってありなんですかね。大丈夫です。あ、はい、ちょっとお願いしますよ。ちょっと軽めで、はい、イージーバージョン、はいはい。大丈夫です。時間かけて10バット。そうです。10秒ぐらいかかってもいいので。そう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 。おお、できて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 。あ、そう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 。オッケーオッケー。はい。できてます。それを何回もやると、あ、なんか初心者がグラッと練習してるみたいな感じになるんで、一回でやめる。あ、一回でやめる。うん、あ、なるほど。なんか惰性で回ってる感じが消える、はい、1回でやると、はい、ははわかりました、はい、1回でやめてターン2回。我慢が足りない。我慢足りず回しに行っちゃったんで、あはは、はい、こけちゃった感じ。もっと粘っと粘っと我慢ですね。そこで我慢 OK、 はいはいはい。そう、あ、今の足で回しました。足を固めるっていうのがあって、足をこう止めるままこう回れば、こう我慢が我慢が曲げたら板真っ直ぐになって、板回ってくる。回転こっち回転なんですけど、逆回転に足を引っ張って回ってこないように体で。上半身に頼る。ああ、はい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 。オッケーオッケー。すごいじゃん。今の真似すると。はいはいはい。肩がこっちこう持ってる。だから回らない。肩は上と送り続ける。送り。常に回転方向の肩をこうやる感じ。そう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 。ずっとエルボーの話みたいな。これがこう閉じちゃうと回転も止まる。こう閉じてるのに閉じるとこう止まる。あはは。理屈では分かっているんだが。ちょっともう一回トライしてみます。はい、あー、いい。あー、綺麗。バッチリ。いきなり比較的やり。やり。あ。
つ回したのに。あはいはい、こういう感じでヒラヒラするとなんかもう操ってるなみたいな感覚になるね。スタイルがあるな。練習の成果を、はい、合格ラインが出るという。おお、あ、いいですね。あ、いい、いいね、なんかいい、だいぶいい、さっきよりだいぶいい、だいぶいい。今73点ぐらいです。上半身が、はい、ゆっくりじわーっていってるんですよ。それをグッとついてくるんで、もう一回やってください。ちょっとグイッといって、グイッといったまんま。そう、おー、そうです。おお、そう、おいい、いい、いい、ほぼ一緒ですよ。ほぼ一緒。あ、いい、あ、いい、全然違う。いいっすよ。いいですね。お、あ、いい、いい。コケ1、十分です。これだけチャレンジして、コケ1は、グイで板がの周りが速くなったのはいいんですけど、はいはい、その速さに対応できてないんで、もうちょいグイ弱めで、で弱くすると我慢する時間が増えるんで、はい、ちょっと我慢、グイを弱めてちょっと我慢。惜しい、今の惜しい、はい、いいんじゃないですか。あ、いい、はいはいはい。
いいじゃないですか。いや、え、大丈夫ですか。大丈夫です。 ある程度 OK ですか。 OK です、OK です。もう何個か合格です。マジですか。ケンパリ先生、ありがとうございます、はい、いや、素晴らしいと思います、本当。ありがとうございます。1日でここまでやってくださって、いや、気合がありました。あ、すごい分かりやすく教えてもらって、ありがとうございます。ちょっとじゃあこれをまた一人の時も練習して、はいはい、そうですね、やってみます。1個ずつやっていただけたら、はい、またお願いします、はい、ヌルヌルしたやつができると思います。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。こうやって、はいはい、リフトの途中でもこうやって足入れとくでしょ、はいはい、この辺までね。これでもう、あの、快適な滑り出しが約束されてるんでここまで足が入ってると踏み込めば、そう、個人的には裾が中に入っちゃうの嫌いなんで、あ、はいはいはい、それだけ調整して、ちょっと引っ張って出しておいたってことですけど、なるほど。